リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。もうとうとう、マウス出てるっていうね。はい、もう慣れたでしょうということで、うちのチャンネルの方はね、っていうところで、サナッチのご飯でございます。なんかね、あんな感じでご飯くれるのって、もうケージの中であんな感じだったんで、あげちゃおっかなと。よいしょ。もうほぼ餌気づいてるね。見てる。めっちゃ見てる。自分から来るのを待ってみよう。めちゃくちゃ見てる。あ、気づいてるね。来るね、これね。うい。はい、来ましたが、頭見せている状態であげたのに、腰に噛みついたね。これ食べにくくないかい？それいけんのかな？うまくね、顎をこうスライドさせてね、飲み込みやすいところを探すんだけど、いけるかな？お、いけそう。そうだけど、ゆっくりだな、君な。なんで腰に噛みついたよ。いつも頭からいけるのに。今日、何かが下手だったね。ただね、アシストしてあげたいけど、アシストすると一回外しちゃうんだよね、マウスをね。そう、見てないでさ、頭の方から食べさせてあげなよっていう人もいると思うんだけど、一回噛みついた後にやるとね、ちょっと外しちゃって、なんていうのかな、食べない可能性がね、あったりもするから、できる限り食べていただくためにアシストはしすぎないようにって感じですね。でもあんまり頭の方にたどり着けないのであれば、アシストしてあげた方が楽だな。君すげえ頑張って食おうとしてるけど、それで食うのは無理じゃない？なんかワンちゃんがさ、骨食べる時と同じような状況になってますけど、もう君、え、もしかしてそのまま折りたたんで食おうとしてる？無理だよ。やっぱこいつちょっとバカだよな。前もね、動画で撮ってない時にだけど、折りたたんで頑張って食おうとしてて、いや無理でしょっていうことがあったんだけど、え、それどうやって食べるの？ね、お姉さん、それ食べれるの？いや、ずっと真横やねんな、君な。え、どうするのそれ、その先。
久しぶりに噛みつきを間違ったね。来た当初はあったんだけど、うん、どうするんだそれ。なんかすげー頑張ってる。すげー頑張ってシェルターの方に戻っていった。頭の方気づけ。頭の方気づいてそっちの方にさ行きなよ。もうちょっと右側にスライドすると飲めると思うんだけど。こいつ諦めないね。そのままじゃ飲めないと思うよ。よいしょ、これでカメラ固定できるね。よし、頑張って飲もうとしてるね。一応ちょっとずつは入っていってるんだよな。え、こいつ折りたたんで空気でいるね。どうにか。あ、折りたたんで食うことにしたみたい。よく入ったなお前。すげえアムアムしてるじゃん。もう一匹いるんだけどさ、ここに頼むから頭から行ってね。これすげえな、見たら近づいてくるのがこうすごいな。ちょカメラ外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 。ちゃんと次は頭から行った。そうやって飲むんだよ普通。よく飲めましたね。あ、ちょっと嫌がった。これ指だよ。あ、指だって気づいた。本来だったらこの状態でね、うん、あーむって噛もうとするんだけど、あ、違う、餌じゃねってなった。はい。今日ちょっとなんかいつもより警戒心強めじゃない？今日頭触られるの嫌だね。どうした？なんかストレスでも溜まってる？もしかして。そこでもねえな、意外と触れるな。というかシェルターが今好きすぎてシェルターの中に入りたいだけかもしれない。そんなに警戒心強いわけじゃない。もうないよ、もうないの。もうないの。ないよ。ん？ないよ。それか何？手の上でバスキングじゃないけどお腹温めるかい？
来い、おいで。自分で来るならハンドリングしてあげる。どう来る？暖かいとこがいいなと思うならおいで。自分から乗るところを映してみたかったんだけど、今日来ないね。まあ、来るときと来ないときの差はいっぱいあるからね。ん？どうした？上乗ってくる？ん？今指に来たのはあれか、マウスの匂いが指からしたからマウスかなと思って来たのか、それだけか。ほれ、はい、どう？指の上がいい？それとも嫌だ？今日はそんな気分じゃないらしい。帰るなら帰んな、ほら。ほれ。外は行かないよ。それ以上その奥はダメよ。奥はダメよ。よいしょ。スルスルスル。はい、中入ってごらんなさい。綺麗に入ってくね、あんたね。この大きさなのよ。よく入ってくよね、中にちゃんと。ちゃんと顔前向いてるのが可愛いな。うん、マウスの匂いついてるけど違うってなってるね、顔がね。ん？なんかマウスの匂いがするよ。でも違うよこれっていう顔してる。指で上げた弊害ですね。はい、っていうところで、本日のサンナちゃんの給仕でございました。ちょっと不思議な食べ方を一匹目はしてましたけれどもね。はい、そんな感じでございます。はい、ということで本日は以上となります。よろしければ、チャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらも見てみてください。また過去にたくさん動画上がっておりますので、そちらの動画も見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントとサナちゃんでございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。